ヨダン。お兄ちゃん。大丈夫？元気だった？うん。お兄ちゃんがくれたお薬を飲んでるから平気だよ。よかった。お兄ちゃん、今日はヨナと一緒にいてくれるよね？うん、もちろんさ。本当に？今日はお兄ちゃんお家にいるの？ああ、今日はヨナと一緒にいるよ。やったー。さあ、体に触るから早く寝よう。夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。おはよう、お兄ちゃん。おはよう、ヨナ。どうしたの？お兄ちゃんも体痛いの？ううん、変な夢を見ただけだよ。なんでもない、大丈夫だよ。ヨナも夢を見たよ。へえ。男の子とね、ゲームをする夢なの。どんなゲーム？言葉を当てっこするゲームだよ。言葉を当てっこするゲーム？男の子が何を言っているかをお口を見て当てるの。難しかったよ。その子はなんて言ってた？夢とね、神話の森かな。でも次までにはお勉強して絶対当てるんだ。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。ああ、ヨナ、スイカだよ。お兄ちゃん、ありがとう。ヨナの頼みは何でも聞くよ。あと、かぼちゃ。かぼちゃが欲しいの。かぼちゃだね。任せておきなって。お兄ちゃん。どうした？なんでもない。ちょっと気になることがあるからポポルさんのところに行こう。風変わりなものばかり欲しがるのだな、ヨナは。うん、小さい時からそうだったよ。でもいいんだ、ヨナが欲しがるのなら何だって揃えてやる。大変だな、兄というのも。大変なんかじゃないさ、ヨナの笑顔が見れるんだから。
ヨナ、ほら、カボチャだよ。いつもありがとう、お兄ちゃん。ところでヨナ、珍しくいっぱい食べるんだな。ううん、私が食べるんじゃないよ。ヨナ？お待たせ、お兄ちゃん。これ、ヨナが作ったの。これ、ケーキ？教えてもらったの。お兄ちゃんに食べてもらいたくてこっそり作ってたの。ヨナ、ありがとう。さあ、召し上がれ。うん、あ、うん、うん、すごく美味しいよ。お兄ちゃん、お仕事いっぱいで忙しいから栄養のあるものを食べてもらいたかったの。そうか、すごく嬉しい。美味しいよヨナ。やった、いっぱい作ったからたくさんおかわりしてね。兄は大変だな。そうだね。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。どうしたの、ポポルさん。あ、実はこんな手紙が来たの。君の悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で神話の森と呼ばれる場所の村長から。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。僕が様子を見てくるよ。え、でも僕もちょっと気になってることがあって。そうならいいんだけど。おね、神話の森は北平原の橋を渡って北側にあるわ。村長さんの様子見をお願いね。
なんだか静かな村だね。陰気な村だ。どうせろくでもないことが起こるんだろう。シロはもうちょっと言葉に気をつけようよ。僕たちこの村に異変が起こったって聞いてやってきました。私と会話できているということはあなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。夢？つまり僕たち死の夢にかかってしまったってこと？そんなバカな。いつどうやって。我は眠った自覚などないぞ。死の夢はそういう病気ですから。流すな。きっと夢に入るきっかけがあったはずです。会話していて悪かったな。害したようにではなく害しておるのだ。知っておるわ。
ありがとうございます。これでやっと普通の暮らしに戻れます。しかし奇妙な病気であるな。ええ、できれば他の村民も助けてやりたいんですが。これでやっと。しかし、ええ、結構簡単に封印されし言葉が手に入ったね。ちょっと簡単すぎやしないか。なんだかこの村にも誘導されてきたような。考えすぎだよ、シロウ。もう村人たちが夢から覚めるんだよね。村長の言っていたことが本当ならそうなるな。やれやれだ。もうこういう言葉遊びは勘弁願いたいな。まあまあ、とりあえず村長さんに一言挨拶していこうよ。助けていただきありがとうございました。どこかで見たことがあるような不思議な夢だったな。皆さん、どうもありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。こんな高価そうなものもらっていいんですか？もちろんです。名のある品らしいのですが、戦いのないこの村には必要のないものですから。では、ありがたくいただきます。本当にありがとうございました。そう、そんな変わった病気が広がっていたの。はい、奇妙な症状でした。もう二度と行きたいとは思えぬ村だったな。お疲れ様。最近遠出ばかりしているようだけど、無理してない？平気だよ。ヨナの体のことを考えたら立ち止まるわけにはいかないからね。そうそう。何か僕に手伝えることはない？実は交易用の水路を整備する計画があるの。準備が整うのはずっと先になってしまうのだけれど、きっとあなたたちの助けにもなるはずよ。ただその計画が今少し滞っていて、心苦しいんだけれど、お願いを聞いてもらえないかしら？もちろん、遠慮せずに言って。ありがとう。水路の整備をお願いしていた人がここ数日仕事に来ていなくてね。心配だから海岸の町まで様子を見に行ってほしいのよ。家の場所は地図に書き込んでおくわね。いつも赤いカバンを身につけているから行けばわかるはずよ。うん、わかった。水路の整備をお願いしていた人は海岸の町にいるわ。赤いカバンが目印になるはずよ。水路か。船であれば今のように走り回らずに済みそうだな。シロは浮いているだけじゃないか。浮くのにも体力を使うのだぞ。え、そうなんだ。なんだその夢を壊されたような顔は。あなたが水路を整備してる人？ポポロさんに言われてきたんですけど。はあ、もうダメだ。僕の人生は終わりだ。何か
厄介なことに巻き込まれそうだぞ。もうシロってば、一体何があったんですか？実は妻が家出したまま帰ってこないんだ。もう一週間も音沙汰がなくて、心配で何も手がつかなくて。それは大変だね。なら僕も探すのを手伝うよ。え？本当かい？うん。奥さんの行方に思い当たる場所はないの？いや、ただ妻はよく酒場で友達と飲んでいたくらいで。じゃあ僕はその人に話を聞いてみるよ。そうか、助かる。妻も僕と同じ赤いカバンをつけているから、そのことを話せば通じるはずだよ。同じカバンを身につけるとは奇妙な夫婦であるな。いわゆるペアルックってやつだよ。これは結婚記念に買った思い出のカバンなんだ。それなのに僕があんなことをしたせいで妻は。落ち着いて、すぐに奥さんを見つけてくるから。あの男、妻が家出した理由に心当たりがあるようであったな。こんにちは。赤いカバンの女の人を探してるんだけど。なーに、彼女がどうかしたの？家出したみたいで、行き先を聞いてないかな。あら、あの夫婦また喧嘩したの？懲りないわね。近頃はここに顔を出していないから居場所は知らないな。そうね、釣り具屋に行ってみたらどう？そこの奥さんとよく世間話をしているみたいだから。わかりました、話を聞きに行ってみます。あなた、よく見ると可愛い顔してるわね。一緒に飲んでいかない？僕はまだお酒飲めないんだ、ごめんね。こんにちは。赤いカバンの女の人を見てないかな？ああ、あの奥さんね。言われてみると近頃見てないわ。そういえば前に町の外へ出かけるって言ってたような。町の外、わかった、ありがとうございます。町の外に行ったとなると見つけるのに骨が折れるな。魔物に襲われたりしてないといいんだけど。様子がおかしいぞ。もしかしてこれ。あの男が身につけていたカバンとウリ二つであるな。おそらく妻のものであろう。そんな、じゃあ奥さんは魔物に？周囲にそれらしい気配はない。残念だが遅かったようだな。
あの人に何て言えばいいんだろう。辛いであろうが真実を告げるしかあるまい。妻が見つかったのかい？いえ、それが魔物がこれを。このカバンは間違いない、妻のものだ。やはりそうであったか。そんな、妻が魔物に。僕があんなことさえしなければ。今はそっとしておいてあげるのがいいよね。ただいま。あら、あなた一体どうしたの？お前魔物に殺されたんじゃ。何よそれ、何の話？あ、そのカバン拾ってくれたの？よかった。落としちゃったのよね。本当に無事だったんだ。何一体どうなってるの？なるほど、このカバンを魔物が持っていたから勘違いしたと。無事で本当に良かったよ。全部僕が悪いんだよね。お前が大切に取っておいたリンゴを僕がこっそり食べたから。本当にごめんね。二度としないから、もう家出なんてしないでくれ。家出？私はただ実家に帰っていただけよ。え？一週間くらい家を空けるって前に言ったじゃない。まさか、あなたまた私の言うこと上の空で聞いてたわけ？おい、我の第六感が今すぐここを立ち去れと告げておるぞ。そうだ、僕魚屋さんで買うものが。それに、私のリンゴを食べたってどういうこと？ほんと、あなたって最低な男ね。なっ！だったら、お前だって結婚記念のカバンを落としたじゃないか。なあ、君も妻の方が悪いって思うだろう。え、僕？夫婦の思い出の品ならもっと大切にしないとね。何それ、私の方が悪いってこと？男二人がかりで女を責めるなんて、ほんと最低ね。僕はそんなつもりじゃ。それにこの前だって僕が大切にしていた切手コレクションを勝手に捨てたよね。何よ、あなたが部屋を掃除しないから私がしてあげたんじゃない。ね、そこのあなたも夫の方が悪いって思うでしょ？お、我か。容赦に非があろう。お互いに謝れば済むのではないか。ガラクタのくせに分かったような口を。急に息を合わせおって。
ところがダメなのよ。いや、お前よりマシだね。僕はどうすれば。もうどうにもならぬ。ああ、もう。あなたはちゃんとした仕事に就かないし、私はご近所さんヒエラルキーの底辺でヘコヘコしっぱなしよ。あ、まだ言ってなかったけど、実は新しい仕事に就いたんだ。え、本当に？おめでとう。なんで早く言ってくれなかったのよ。ごめん、お前をびっくりさせたくて。何よ、もう。さあ、今日はお祝いにリンゴでパイを作りましょう。何が起きたのかさっぱりわからぬが、どっと疲れたぞ。まあ、二人が仲直りできたならいいんじゃないのかな。ここに来た理由が何であったか忘れてしまったぞ。あ、そうだ、水路の話をしないと。妻を探してくれて本当にありがとう。そうだ、水路の整備だけど。ああ、そうか、君は水路のことで来てたんだね。仲直りもできたし、また水路の整備を頑張るよ。なんだかひどく疲れたな。とりあえずポポルさんのところに戻ろう。あんたもあのばあさんには気をつけろよ。あの赤いカバンの夫婦は大変な二人だったな。あれほど言い争っていたのによく関係が続くものだ。でも仲直りした時の二人はすごく幸せそうだったよ。お互いの気持ちを素直に言い合うことが一緒に暮らすための秘訣なのかも。もしお前がああなったら我は出ていくがな。水路の管理人さんにそんなことがあったのね。でもお願いを聞いてくれてありがとう。助かったわ。ううん、水路の完成楽しみにしてます。また何か困ったことがあったら何でも言ってよね。お疲れ様。あ、ちょっと待って。はい。そうそう、ヨナちゃんが呼んでたわよ。ヨナが？なんだかお願いがあるみたいよ。お兄ちゃんは大変ね。わかりました、ありがとう。